こっからが本当の勝負だ、ジレン。孫悟空。ほう、あの姿、孫悟空が身勝手の極意をついに極めたということですか。本気のジレンを相手にどのような戦い方をするのか、そしてあの二人の戦いがどのような決着を迎えるのか、大変興味深いですね。だからといって調子に乗るな。